えー、今日ですね、えー、楽天銀行が新規株式公開 IPO をすることについてですね、えー、解説をしたいと思っております。えー、1株当たり1960円、えー、というふうにしていたんですけれども、えー、需要悪化によりですね、3割ぐらい安いです。まあ一応上限の1400円で決まったと、えー。1400円で株式公開をするとですね、えー、時価総額がですね、約2380億円。 ま、手取り金717億5500万円ということで、当初ですね、1000億近く、えー、調達する計画だったのが、まあ、300億ぐらい、えー、安くなってしまったということで、ま、おそらくで、なんですけれども、楽天結構足元見られてんなと、えー、仕事証券会社もそういう感じになってしまいますし、えー、投資家の人たちも、 まあ足元を見てですね、え楽天金に困ってんだろうみたいな感じで、まあこれも再三言ってるんですけれども、まあ大体の経済人の人たち、あれは三木谷さん厳しいんじゃないかと、みんな、あの、モバイル事業をやめざるを得ないだろうと、まあどこまで三木谷さんが粘るのかっていう、もうそんな感じのチキンレースみたいな感じになってるのは間違いない。僕は最近 MVA の事業、ホリエモバイルを始めて分かったんですけれども、結局もう携帯持ってる人はもう全部持っちゃったんで、えつまり、 楽天の場合は他のね、ドコモとかソフトバンクとか au から引っぺかしてこなきゃいけないわけですね。そのネタがね、楽天経済圏でポイント貯まりますって言ってもですね、いや、それは paypay ペペポイントも貯まるし、なんか、えー、っと、ドコモ d ポイントも貯まるし、それは同じじゃねえかよみたいな話になっちゃうわけですよ。まあ、いろいろとね、えー、まあ多分海外事業をこれまでね、楽天買収した海外の会社は全然うまくいってないわけですね。 えー、工房とか誰も使ってねえし、バイパーも誰も使ってねえし、みたいな感じで、その、2番手3番手みたいなサービスばっかり買収していってですね、全然成果が出てないと。まあ、これからね、ドコモとか、au とかソフトバンクに楽天が優れてる部分っていうのは、2980円で使い放題。えー、だから、たまたま光ファイバー引いてなくて、えー、自宅が楽天の基地局に近くて、バリバリ電波が入る自宅で、 えー、ネットゲームとか動画見放題みたいな感じでもう、えー、月間500ギガ使いますみたいなユーザーさんに指示されてる。えー、それ以外別に乗り換える理由はない。むしろ不便になる。えー、そっからね、1 2、2%引っぺかすのはできるかもしれないけど、じゃあ、10%? どうやって持ってくんのよと。そこの戦略ってありますかっていうことなんですよね。実はあの、ホリエモバイルであの、乗り換えてる人って、 一旦なんか、そのポボとか、そのアハモとかに乗り換えた人結構多いんですよね。一回乗り換えててオンライン手続きができるんで、なんか窓口で本当にやめるんですかみたいな、あの、解約をこう邪魔する店員とかもいないんで、みんなひょろっとこう乗り換えちゃうんですね。オンラインでクレジットカード決済でできるしね。ということで、それだけ難しい。MVNOA の乗り換えですら難しいのに、MNO であるその楽天モバイルに乗り換えさせるってのは相当なインセンティブがないと、 僕は乗り換えないと思いますので、えー、早いことあの、手を引いた方がいいのかな。もう売れるもんがね、もうなくなって楽天銀行を売って楽天証券を売って、そしたらこの次楽天クレジットぐらいしか売れるもんないわけですよね。そしたらもうあと本体切り売りしていくなんて話になったら、それを、それこそ本末転倒じゃないですか。えー、そしてですね、これ基地局をね、楽天モバイルまた新たに作ってるわけですよ。あのー、今スターリンクっていうサービスがですね、 え、まだ、人工衛星4000機ぐらいでやってますけれども、しかも、え、地上のインターネットにつなぐときにですね、地上のパラボラアンテナとスターリンクの衛星が通信をして、え、やってるわけですね。え、次のバージョンからはですね、衛星同士がレーザーで光通信してですね、え、衛星、宇宙がバックボーンの時代になりますよね。時代になったら、地上のそのアンテナ局っていらないよね、みたいな。 だからその楽天モバイルの基地局がゴミになっちゃうわけですよ。そんなものに何千億って毎年ね、投資をしてる。もったいないよね。しかもその虎の子のネット証券だったりとかネット銀行の株を、まあ、IP o させるってことは切り売りしていくいうのと同じですからね。まあ僕はですね、楽天モバイルを早めに撤退すべきなんじゃないかというふうに思っております。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。